アニメとトはアニメコミックゲーム関連商品の販売チェーン店の一つ。業界では日本国内最大手で47都道府県に店舗を展開している。取り扱っているキャラクターグッズは各権利者のライセンスを通じグループ会社が独自で開発した商品が多く一般的な玩具店などでは販売されていないものが多い。また音楽映像ゲームソフト類の場合は ほとんどがメーカーの初回特典に合わせて独自の予約購入者向けの限定特典が付属されることが多く宣伝ポスターをはじめメーカーと提携した奇抜なアイディアの特典もあるさらに主要都市の店舗では自社の主催で声優やアニメソング歌手などを招いたイベントを行うところもありこれらのほとんどは関連商品を予約時もしくは購入時にもらえる 参加券が必要となる。書籍や CD を購入すると、そのサイズにあったコアデ製の透明カバーを一冊につき、一枚無料で配布される。カバーは25枚1セットで単独販売もしている。それらの相違点として、販売している製品にはロゴがないが、購入時に配布されるカバーには、コアデの衣装ロゴ及びプラマークが印刷されているというものがあったが、 現在はどちらも無事となっている。導人誌や導人ソフトも扱っているが、ほとんどが女性向けで占められており、虎の穴やメロンブックスなどの導人ショップと比べ扱い数は少ない。虎の穴は店舗数が少ないことや、メロンブックスは現在女性向け導人誌の取り扱いを行っていないため、それを保管する意味合いもある。民放のチャンネル数が少なく、 テレビアニメを積極的に放映できない地域の店舗では当該のローカル局で放映されなかったアニメの放映や宣伝の映像を流すことも行っている。店舗において発売前の商品の予約時に商品の金額の一部もしくは全額を現金で支払う打ち金制度が存在する。予約する商品全てが打ち金対象で原則0円以上であるが イベント参加に伴う予約、もしくは映像商品、及び税抜き1万円以上の高額商品などにあらかじめ最低ない金額が設定されている。なお、この内金の支払いは現金のみでアニメートポイントクレジットカード、電子マネーは使用できない。二代目アニメート池袋本店1983年に オープンした池袋店が第1号店である。当初原新番、池袋店が入居しているビルで営業していたが、二代目店舗となるビルに、丸々入居する形で移転した。池袋駅前に三代目店舗となる自社ビルを建設し2012年11月17日より、再度移転し、二代目店舗のビルは、同年12月21日より、 アニメートサンシャインとしてリニューアルされた後、現在はアニメートアネックスビルとしてアコス店舗やアニメートカフェ等を有する池袋本店の別館として機能している。創業当初は店舗があるのは南関東や京阪神、仙台市、札幌市だけであったが、やがて福岡市や名古屋市などにも出店し、その後急速に店舗網を広げ、現在では東京特部、 各道府県庁所在地、政令指定都市及びそれに準ずる規模の市に加え、大型ショッピングセンターのテナントとしても、積極的に出展している。かつては、日本国内の地方別に、いくつかの異なる関連会社が運営を行っていた。池袋店を各にムービックが運営する、東日本アニメート、アベノベルタ店を各にコアデ企画が運営する、西日本アニメート、 横浜店が自ら運営する横浜アニメート一般の書店に運営を委託して営業をする販売代理店の4形態に分かれておりそれぞれで独自のイベントやフェアが行われることが多かった現在は株式会社アニメートを中心にして再編統合されている旧東日本のエリアは2007年4月の4日市店の出店で 管轄エリアすべての都道府県に出展を果たした。また、旧西日本のエリアでも2015年4月のイオン松江店の出展で管轄エリアすべての府県に出展を果たし、同時にアニメショップで初めて全都道府県への出展を果たすことになった。日本国外には台北市、北京市、上海市、香港及びロサンゼルスに出展しているが、北京市、 上海市、ロサンゼルスはすでに閉店している。2016年には、代々木アニメーション学院と提携し、同学院の校舎内に、コラボ店舗、大、アニメートを開店している。かつては、店内情報番組、広知恵。ラジオアニメートが2000年から各店舗で放送されていたが、2002年3月をもって終了した。現在は、 各店舗独自でアニメソングを BGM として流している。2019年7月1日、徳島店がアニメートの直営店になったため、現在ではすべての都道府県にアニメートの直営店が存在している。地方では地元の書店などがフランチャイジーとして販売業務を受託し、営業を行う形式で独立性の高い販売代理店があったが、 徳島店を最後に、すべての販売代理店が、直営店の進出と引き換えに閉店している。一例として、旧金沢立町店が単に、金沢店でなかったのは、金沢市への直営店舗開店当時、地元書店のブック宮丸が、アニメート金沢を営業していたため。同様の理由から、長野店も開店当初の広告は、直営長野店と表記されていた。 アニメートおよびアコス店舗においてセール品などの例外を除き、ほぼすべての商品を購入するとアニメートオンラインショップと共通仕様ができるアニメートポイントが付与される。現金以外で支払った場合でも付与されるが、アニメートカードの値引きサービスを使用した時やアニメート独自の商品券で支払った場合は付与対象外となる。 会員バーコード式のカードは2006年10月1日に導入され、現在のポイントシステムは2011年6月1日より変更されたものである。購入金額の5%のポイントが加算され、1ポイントごとに1円の値引きができる。さらに、ポイント数に応じ景品交換ができる。最終利用日から2年が過ぎると、蓄積されていたポイントはすべて失効する。 店舗によっては入居しているショッピングセンター独自のポイントシステムとアニメートのポイントシステムを併用しているところもある。なお、ポイント機能の他に従来別のカードを採用していたリザーブ機能も2006年10月には一体化され、全国共通でこの機能も使用できるようになった。アニメートカードの新規申し込み、再発行には個人情報の記入が必要になる。また、 カード再発行の際は100円の手数料がかかる。スマートフォン向けアプリではあらかじめ会員登録してログインすればアニメートカードとしての機能を持つこともできる。2014年4月21日より、初戦の各店舗でアニメートカードと共通仕様が可能な初泉ポイントカードが導入された。なお、初戦では購入金額の1%のポイントが加算される。 それまでのスタンプ式のカードに代わって導入されたものである。1000円ごとに1ポイントが専用の磁気式のカードに記録され、表面にポイントマークが印字された。有効期限は設定されていなかったが、紛失するとポイントは失効する。値引きのサービスは20ポイントごとに1000円分で、この他に60ポイントで1000円分のアニメとオリジナル商品券とオリジナルテレホンカード。 または、図書カードに交換できた。アニメートの再編直後までは、黄色地に、アニメートと中央に描かれていたもので、その後は、アニメ店長の柄であったが、キャンペーンなどによっては、ダ作品デザインのオリジナルデザインのカードが配布される、こともあった。旧、西日本店舗の一部では、旧、東日本店舗で採用されている星のポイントマークを、使用していた。 会員バーコード式のカードの運用開始後も2006年12月31日までは並行して使用できたが新旧ポイントカードとの併用はできなかった。なお、移行期間である2007年3月31日までは旧ポイントカードのポイントは新ポイントカードに移行できた。1円につき1ポイントが加算され1万ポイントごとに500円の値引きができた。さらに、 ダブルポイント制が採用され、景品ポイント数に応じた景品と交換できる方法だった。なお、景品ポイントはシステム変更に従い、2011年5月31日に、不要終了になり、これまで貯めた景品ポイント自体は2011年6月1日以後も、そのまま存続していたが、2017年3月31日、限りで終了し、 景品ポイントはすべて消滅することが告知された。ビデオ CD、DVD、書籍などを発売前に予約するとき、または発売後の商品の取り寄せときに使われていた専用のプラスチック製の青いカードで無料で発行できた。かつては旧西日本店舗のみだったが、2001年頃から販売代理店を除く全店で導入されていた。店舗にある バーコードカードをレジに持参するだけで簡単に予約でき、バーコードカードがない商品でもシステムに登録されている商品は用紙に書き込むことなくレジで予約できる。ただしリザーブカードは店舗ごとの発行で、発行した店舗以外では使用できなかった。このため2006年9月30日以前のスタンプ式、磁式ポイントカードとの互換性はなかった。 前述の通り、2006年10月以降の、会員バーコード式のポイントカードには、リザーブ機能も搭載されているが、ポイントシステム移行期間の関係で、半年遅れの2007年3月31日までは、リザーブカードも並行して使用されていた。販売代理店であった、徳島店では、2012年3月17日までは、アニメートのポイントシステムは採用されておらず、 代理販売元の井上処房グループ共通のサービスカードが採用されていた。500円ごとに1ポイントで30ポイントで500円分の値引きができた。毎月7日17日27日は同じグループの南海ブックスと同様にポイントが2倍になった。同年3月18日にアニメートのポイントシステムに移行し、井上書房グループのサービスカードは使用できなくなった。 ただし、2012年3月11日以前に予約した商品の受け取りのみ、井上処房グループのサービスカードに応印することは可能となっていた。500円分の割引サービスは2013年3月18日まで使用可能となっていた。D ポイントクラブは東京都、神奈川県の一部のアニメート店舗及びオンラインショップで利用が可能であった。 2019年2月4日から対象地域を拡大し徳島店を除く店舗で利用が可能となる。還元率は100円ごとに1ポイント。全国展開前は D ポイントを併用してもアニメートポイントは減算されなかったが、全国展開後は支払い方法を問わず2%減算される形で加算される。徳島店が 直営店に転換された2019年7月1日以降、同店でも D ポイントに対応し、全国すべての店舗での利用が可能となる。月2回発行し、無料で配布している、独自の情報誌である。西日本店舗を運営していた、コアでの内部に編集部がある。当初は、アニメートニュースと、ちょっと AV を交互に発行し、その後は、アニメ、声優。 コミックゲームの4ジャンルに分け、2ジャンルごとに情報誌を発行していたが、2000年1月15日号から現在の氏名になった。現在の編集部名は、当時の名残でアニメートニュース編集部となっているが、編集部の住所表記は東京のアニメート内である。かつては、毎月1、15日発行だったが、2006年12月からは発行を5日ほど遅らせ、 毎月後、20日発行となった。また、2007年6月20日号より横に広い B5 半変形サイズとなった。2000年6月1日号よりアニメと店舗を舞台とするコミック、アニメ店長が5日発行文に毎月連載されていたが、過去に救済したことがある。なお、店舗に足を運ぶ機会が少ない利用者向けに半年、あたり2800円で、 通信購読サービスも行っていたが2013年12月に取りやめている。最初は西日本エリアのみで無料配布していた。後に東日本エリアでも配布開始されて有料化。さらに1996年7月からは一般書店販売書籍となった全国版が発売開始。全国版 1> 第1号1996年8月号ボリューム1の時点で通貫109号目。全国版は2006年1月号ボリューム114を最後に休刊した。長らく休刊していたが、2014年8月から漫画イラスト制作応援フリーペーパー、ファインドアウトミニとして復活した。毎年春、夏、秋、冬に行われているフェアで、 数あるフェアの中でも特に規模が大きい。期間中、AV 商品の購入、予約1000円ごとに、フェアポイント1ポイントが付与される。一定のフェアポイントを集めると、非売品や自社主催のイベントの応募券と交換できる。時期や店舗により、多少景品に違いがある。かつては、オーディオ機器などの豪華景品も見られたが、近年は低予算の景品になりつつある。 2007年春は行われなかった。店舗での販売とは別に、グループ4社が、それぞれ独自に、通販事業を行っている。どのサイトもポイントサービスを行っているが、通販ポイントは、他の通販サイトでは使用できない。また、各サイト間で取り扱う商品が一部異なっている。グループ企業のアニメート業により、電子書籍の販売サイト、 アニメートブックストアが2014年7月より運営される。取り扱うジャンルは少年漫画、少女漫画、ボーイズラブ、ティーンズラブ、R-18、ライトノベル。電子書籍は会員登録後に購入できるアニメートコインで購入できる。アニメートコインはアニメートブックストアで購入でき、また、 全国のアニメートでも販売するアニメートコインカードからチャージすることができるアニメートで商品を購入すると付与されるアニメートポイントはアニメートブックストアでも利用できアニメートブックストアで電子書籍を購入すると店舗と同様にポイントが付与されるアニメート公式に掲載されたグループ企業としては同社の企業情報を参照 1984年8月設立。映像、音楽ソフト企画、制作、CM 制作、音楽出版、ゲーム企画、制作。2004年のマリンエンタテインメント独立以降は、活動がなく、現在も、法人として存続しているかは不明。英像アニメートオーバーシー仕様、リミテッド。台湾現地法人で、アニメート、台湾かどかは、 農学者の三社の出資で設立。出資の関係から角川グループの一社にもなっている。英称アニメート上海 CO、リミテッド。中華人民共和国のショッピングサイトテンネコで、2012年1月6日からアニメグッズの通信販売を展開。2013年には日系企業が運営する商業施設内で期間限定店舗を複数展開。 2015年9月1日に、アニメートと小学館、集英社、講談社、角川の大手出版社4社との合弁で設立。海外で人気が高まる日本の漫画やアニメに関して、海外のファンへのプロモーションやリサーチを行うとともに、海外で正規ライセンス商品を販売し、海賊版や著作権侵害対策を進めることを、主目的としている。 また最終的にはインバウンドビジネスにつなげることも目標としている。この一環としてジェーメの現地法人をタイに設立し2016年2月にアニメートバンコク展を開店している。また2017年3月には東京タワーフットタウンのツーリストインフォメーションセンター内にジェーメ東京タワー展を開店している。ありがとうございます。